はい、皆さんこんにちは、203です。今日はピナレロドグマ F10 のインプレをしていきたいと思います。まあ、ピナレロのドグマっていうと、まあ、歴代もツールドフランスで総合優勝をずっとしてきたっていう、まあ、すごいモデルなんですけども、まあ、僕もやっぱりまあ憧れというかずっと乗ってみたいなと思っていました。でドグマ F10 っていうのはその中でも、まあデビューした時から、まあツールドフランスを総合優勝、そしてそのままブエルタエスパーニャっていう、まあ、グランツールの一つをの総合優勝をして、さらに次の年のまたグランツールの一つなんですけども、ジロデイタリアっていう、レースでも総合優勝しました。三大グランツールと呼ばれるジロデイタリア、ツールドフランス、ブエルタエスパーニャの全てを制覇したっていうすごい、まあ、バイクなんですよね。ドグマ F10 っていうのはやっぱりそれほどすごいバイクっていうのは一度乗ってみたいなっていうのはありました。それにあの使われているカーボンなんですけども、カーボンの世界でもトーレというのが一番まあブランドとしてはトップだと思うんですけども、そのトーレの最新素材のトレカ T1100 っていうカーボンですね。それを自転車業界では一応そのピナレロだけが使えるっていう計画で当初出してたんですけど、カーボンの世界ではそのトーレの T1100 っていうのはまあ、20年に一度ぐらいの革新があるぐらいのすごい素材ということで、強度もあるし弾力性もあるということですごい素材なんだそうです。ドグマでは F8 から、まあ、そのトレカの T1100 が使われてて、で今の F12 も同じですね。まあ、トレカの T1100 というのが一番いいカーボンみたいな形で、使われてるんですけど、まあ、それにとにかく乗ってみたかったっていうのがあります。で今回、ドグマ F10 を購入してみてですね、まあ、夢が叶ったというか、まあ、本当憧れの一台をついに手に入れたみたいな感じなんですね。なんで僕的にはリムブレーキの中ではもう最高峰のフレームを手に入れたっていうことで、まあ、これでもうあのリムブレーキモデルはこれでフラッグシップ系はもう買う必要がないというか、これで終わりかなと思っていました。ただ乗ってみたらですね、まあもちろんすごくいい性能のモデルなんですけども、あの一般人というか、まあ、アマチュアサイクリストにはまあ、あの向かない点もちょっとあるかなということで、必ずしもそのレースの最高機種が、まあ、一般人にとっても最高かどうかっていうのはちょっと別だなっていうのは、まあ、乗ってみて実感しました。それをまあいくつか言っていきたいと思います。まずですね、そのやっぱりフレームがもうめちゃめちゃ硬いですね。乗った瞬間まあ分かるといえば分かるんですけども、まずその硬いんで、その踏んだ時、ペダルを漕いだ時の力がロスなく推進力に変わるみたいな感じはすごく感じます。なんで、ペダルの踏み込みも、まあ、軽いというかすぐスピードに変換されるみたいな感触はあるし、なんで出だしもいいし、やっぱり漕いでってもあのずんずんスピードが上がっていく感じですね。無駄がないような感じですね。で、巡航スピードもやっぱり結構高いのを維持できるという感じです。まあ、じゃあ、今あるその、まあ、リムブレーキの、ロードバイクのフレームの中で一番速いのかっていうと、まあ、それは、どうかなっていうのはちょっと思いました。というのは最近僕はあの、まあ、トレックのマドンに乗ってましたし、ちょっと前ですと、スペシャライズの S ワークスベンジバイアスっていう、まあ、エアロ系ですね、2つとも。そちらエアロではその空気抵抗ではもうトップレベルの数値を持つそのフレームに乗せたんですけど、それもまあめちゃめちゃ速くって、それと比べると個人的な感想だとそっちの方が速いかなみたいな感じは思いました。ただドグマもそのオールラウンド系のフラッグシップ、例えば僕がいつも乗ってるスペシャライズドの S ワークスターマック SL5、 1個世代が前になるんですけど、そちらのモデルと比べるとまあドグマの方が速いかなみたいな感じはします。まあ S ワークスターマックの SL5 っていうと3大グランツールを全て制覇して、なおかつ世界選手権も2連覇してるっていうすごいモデルなんですけど、実績で言うと多分ドグマよりもすごいかもしれないんですけども、そういうすごいバイクと比べてもドグマの方が技術が多分最新なんで、っていうのもあると思うんですけど、オールラウンド系のフラッグシップと比べるとドグマの方が速いような感じはします。ただ最新のまあエアロロードですね、最新のエアロロードフレームと比べるとまあ平坦では
マドンとかベンジの方が速いような感じはちょっと受けました。まあ個人的な感想なんで乗る人によってまあ感想は違うとは思うんですけど、でまあフレームがすごい硬いっていうことで結構長距離乗ると体に影響が出るかなってのが思いました。例えば市場とかで、まあ、30分乗ったりとか、まあ、距離でいうと10キロ20キロ乗ったりっていう感じだと多分悪いとこがなく、あこれすごい速いバイクだなみたいないい印象しか残らないと思うんですけども、結構長時間乗るとまたちょっと印象が変わってきますね。まあ硬いフレームっていうことで何が逆にデメリットになるかっていうと乗り心地がちょっと悪くなっちゃうんですよね。路面の、まあ、凹凸とか継ぎ目とか段差とかそういう、ショックが直接、手に来る感じですね。手とかお尻とかに来る感じがします。普通だとフロントのカーボンフォークとか、まあ、ハンドルですね、カーボンハンドルなんかでショックを和らげるみたいな感じがあると思うんですけども、そういう感じが全くなくて路面のショックがまあ 100% 手に伝わるみたいな、そういう振動の伝え方みたいなのを感じます。でまあ短距離だとそれはそんなに気にならないんですけど、それが、まあ90キロとか100キロぐらい走ると結構体にそのダメージが蓄積されて体が辛くなってきますね。まあ具体的にどうなるかっていうと、手とかお尻とか足の裏とかが痛くなってくるんですよね。手はしびれるし、お尻もサドルを伝わってなんかお尻が痛くなるし、足の裏もなんかすごい硬い、ものを踏んでるような感じで痛くなるんですよね。これが例えば一つだけ、例えば手だけがしびれるとかだったら、まあ、乗り方が悪いとかポジションが合ってないとか、要は、手の方に体重がかかりすぎちゃってるんで手が痛くなるんだよとか、例えばお尻だけが痛くなるんだったらサドルが合ってないとか、ポジションが合ってなくてその体重がお尻の方にかかりすぎちゃってるとかっていう、そういう原因があると思うんですけども、手もお尻も足も同時に痛くなる、つまりそのバイクと接点のある部分が同時に全て痛くなるっていうのは、やっぱりその乗り方によってバイクが硬いんだなっていうのはすごく感じました。特にすごく不思議に思ったのはお尻なんですけども、サドルはもう2年以上使っているSWorksのローミエボっていう、もう自分にすごい合ってるなと思ってるサドルなんですよね。それで別に150キロとか200キロとか走っても別にお尻痛くな、今までお尻痛くならないなと思ったサドルなのに90キロ走ってなんかお尻痛くなっちゃうなっていう風に感じたのがすごいびっくりしたとこですね。まあ、逆を言うとその長距離走らなければ、まあ、40キロ50キロぐらいまでの走行だったら そんなに体にダメージも来ないんで、まあ、レースとかに使う、短距離のレースに使うとか、まあ、ヒルクライムで使うとかっていうのはもしかしたらいいのかもしれないですね。とにかく長距離乗ると前半は結構速いペースで行けるんだけども、後半になると体へのダメージがあって結構失速しちゃうっていう、そういうイメージがあります。まあそうは言っても今までフラッグシップ系のモデルに何台も乗ってきたんですけども、例えばそれこそベンジバイアスとか SWorksターマックとかフォーカスのイザルコマックスとか、まあ結構硬いと言われるフレームは大体乗ってきたんですけども、正直それ今まではそんなに硬くて乗れないみたいのは感じたことなかったんですけども、それでもドグマ F10 だけは硬くてちょっとこりゃきついなっていう風に思いました。なんで相当硬いんだと思います。で今回そのドグマ F10 すごい硬いなと思って改めてその他の YouTuber の方の動画やネットのインプレ記事なんかを結構読み返してみたんですけど、やっぱりオーナーの方も振動がすごい伝わってきて乗り心地が良くないみたいなことは言ってる方多かったですね。でこういうのってやっぱり知識として情報はもう先に得てるんですけども、実際に乗ってみて体感してみて初めてその実感できるなっていうのはちょっと今回感じました。その結局知識としてそのドグマは硬いみたいなのは持ってても他人事というか知ってるだけっていうのはやっぱりちょっと経験ではないなっていうのは思いました。まあ、例えば
全然関係ない話になるんですけど、例えると、まあ、食べ物なんかでもその例えばフォアグラがどういう味でっていうのが例えばネットとかで調べて知識としてすごい、まあ、頭に入れたとしても結局食べたことがなければその味っていうのは絶対分かることはないんですよね。それと同じような感じでドグマ FTM 硬い硬い乗り心地が悪いっていうのは知識としてあったとしてもやっぱり体感してみないと本当のところがその実感できないかなっていうのが今回初めて思いました。なんでまあそういう意味では買ってよかったなっていうか体験してよかったなって思いました。今後もずっと乗っていくかっていうとちょっと自分にはやっぱり合わないかなっていうのは思いました。これはやっぱりその乗りこなせる人が乗ってこそのドグマかなっていうのはすごく痛感しましたね。なんでちょっと僕は多分もしかしたら長くは乗れないかなっていうのは思いました。でドグマ FT はじゃあどういう人だったら乗りこなせるかっていうのをちょっと僕なりに考えたんですけども、まあいくつかあると思います。それを一つずつ言っていくと、まずはまあ本当のレーサーというかもう本当に速い人ですね。まあプロとか、まあ、アマチュアでも例えばレースで表彰台とか当たり前に登るようなそのぐらいそのまあアスリートというか、本当にレースをする人ですね。そういう人はもちろん乗りこなせると思います。で次なんですけども、そうじゃなくてもその例えばすごい体が丈夫とか頑丈とか、まあ、体力がすごいあるみたいな人は、まあ、普通に乗りこなせるかなと思います。でその次3番目はですね、ドグマしか乗ったことがない人だったら、まあ、これはこういうものなんだみたいな、ロードバイクはこういうものなんだっていうことで多分そんなにその不思議に思わずに乗れるのかなと思います。僕なんかは結局他の乗り心地のいいロードバイクとかもたくさん知っちゃってるんで、やっぱりそこと比べちゃうっていうのが一番ネックかなと思いました。マドンナインなんかは本当に乗り心地はすごいんだけど、それでも多分ドグマより速く走れるみたいな、そういうのを知っちゃってるとそのドグマを乗りこなしてまで、得るスピードがマドンと同等か、まあ、それに達しないみたいなっていうのを考えちゃうと、そこに何かメリットがあるのかっていうとちょっとないのかなって思ってしまいます。あとはその目的を短距離とかに限っちゃって、まあ、短距離しか乗らない、例えば、まあ、短い距離乗るのもそうだし、逆にポタリングみたいな乗り方みたいなのだったら全然逆にデメリットは出てこないかなと思います。まあ、やっぱりそのピナレロとかドグマとかっていうそのブランド性があるんで、その速く走るだけじゃなくてやっぱり所有する喜びみたいのもあって当然なんで、まあ高い金額出してるんでその速い人だけが乗るっていうのは僕はちょっと違うかなと思います。例えばフェラーリなんかは運転の上手い人が乗るモデルじゃなくてお金を持ってる人が買えるモデルだと思うんで、まあ、ドグマもそういう性格はちょっとあるのかなと思います。やっぱりお金のある人が買えるっていう、買って、まあちょっと自慢というか自己満足でも自慢でもいいんですけど、そういう所有欲を満たすみたいな、そういう、まあ部分もちょっとピナレロっていうブランドにはあるのかなと思います。例えばすごいお金持ちで何台も同時に、車両を所有していて、そのうちの1台がピナレロのドグマで、まあ、たまに乗る短い距離乗るみたいな使い方だったら、まあ、全然デメリットはないかなと思います。5番目なんですけども、これもちょっと特殊かもしれないですけど、ものすごく路面状態のいいところでしか走らない人、すごいそのアスファルトの状態がいいところです。段差がないとか継ぎ目がないとか、というかガタガタなところがないっていうところで走る分にはフレームの硬さみたいのも手やお尻には来ないかなと思います。足には来るかもしれないんですけども、路面さえ良ければそんなにその体へのダメージは少ないんで結構乗れるかなと思います。まああとはそのピナレロとかドグマっていうそのブランドがものすごく好きな人、これはもう本当に別に乗りこなすというか、まあ乗ればいいと思うんですよね。その別に乗りこなす必要はないとは思うんですけども、それでまあ逆に乗りこなすために頑張って毎日乗るとか、それでだんだん慣れてきて体ができてきて普通に乗れるように多分なると思うんですけども、そういうのも
まあいいなとは思います。まああとは見栄っ張りな人ですね。まああのまあ、痩せ我慢というか、まあ、とにかくしんどいんだけど乗り続ける、やっぱりそのドグマ乗れるんだぜみたいのをこうアピールできるようにアピールするような感じで、そのもう体きついんだけど頑張っちゃうみたいな、そういう見栄っ張りな人もいいかもしれないですね。まあ逆にそれ乗ってけばあの普通に乗れる体になっていくとは思うんで、まあ乗り続けるにはちょっとそういう普通の一般人の人が乗り続けるにはやっぱりそういうちょっと見栄張って頑張るみたいなとこも必要になるかもしれません。以上がまあ僕の個人的なドグマ F10 に対するまあインプレッションですね。まああの本当に個人の感想なんで、人によって多分あの思うことは全然違うと思うんで、同じ乗ったことのある経験のある人でも、いや違うよって思う人はもちろんいると思います。もちろん体力がすごいあるんでドグマなんか全然硬くないよとか全然乗りやすいよって思う人もまあ中にはいると思うんですけど、僕の場合はやっぱりそのまあ普通の一般人というか普通のアマチュアサイクリストのレベル、まあもしかしたらその中でも下の方なのかもしれないですけど、そういう中で乗った感想っていうのがこういうことになったということで、まあ素人が手を出すバイクじゃないなっていうのはちょっと思いました。ご視聴ありがとうございました。今後もまあいろんなインプレあるいは、いろんなバイクをまあ散財しながら買って乗って、売ってみたいなことをやっていくんで、まあもしよろしかったらチャンネル登録お願いします。それではまた。